三宅初美二段は持っているカバンを狙われた時や腕を掴まれた時の対処法となる体術を披露しています。受け受けるには飛田正明三段です。門田一本二段は担当を持った相手に突き正面打ちなどで攻撃された際の浮き取りを披露しています。受けを取るのは本田光一四段です。ナターリア初段は背後から押されたり引かれたりした場合の対処法となる体術を披露しています。受けを取るのは鈴木雄一郎二段です。はい、